濁らせた。使ってみたらどれが一番いい？何かけなんで使う分には三かけ三がいい。でも収納とか考えるとこの三かけ 2.9 がそんなに違うんですか？4分の1ぐらいです。薄いから、薄いからグランドシートにはならないやつもね。そうですね、あの推奨してないですね、グランドシート。島田君の 4×4 いいなと思ったけど、島田君が言うには 3.5×3.5 の方。あ、まあね、まあ、用途によりますよね。
のさ、はい、タレがあるやん、はい、辛いよこれ。え、こんなもんすか。うん、うん、たぶん、まあ、ちょっと食べて決めて食べる前にヒントもいや、ちょっと食べて。辛いすぎますこれじゃ。いや、大丈夫大丈夫。いいっすか。うん、わさびだったら絶対多いんですかこれ。あ、そんなんじゃないじゃないですか。うん、うまみ。めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまいやろこれ。あー、この青唐辛子、これ何、ネギなの。あ、これただのネギで。ネギなんすか。あのキムチ作る時の韓国用のなんか一味なんかかな、はい、とごま油とかネギとか砂糖とかなんかいろいろ入れて作るんやけど。寝かしてないからですか。なんかすごい香りがいいですね。うん、でね、これをね醤油だけに溶かしてね、うん、餃子食うとね、めちゃくちゃうまいよね。これうまいやろ。うまい。チャーハンの横に添えといて、うん、後半味変でこう。ああ、いいね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 。うわ、すげえ。アイデアが早いね。ここで2泊する。最高やろ。する人初めてですよ。羨ましいって言われて、もう来る時から羨ましいって言われて、帰る時も2泊いいなって。うまっ、見てていいの。強くない。どこが火花が飛ぶか探さないと。お、尖ってんな。お、お、あー、あ、惜しい。あすげえ。来た来た来た。全然吸ってなかったかも。うわあ、これ来たらすごいな。かっこいいな。やったー。いや、結構いろんな人が火つける動画見た中でもかっこよかったねこれ。ありがとうございます。これ一瞬で消えちゃうんだよ、こうしてる間にも。いや、まだまだまだ、こっちは明る、赤い。ここ煙あるよ。なんかあります。あ、ライターで、ライター。いや、もうこっから、こっからライターなしで行って。これもうちょっと息引き取ってるのに人工呼吸してる人に。そうです、まだ大丈夫。はい、ダメ。くっそ、事前準備が足りなかったっすね。火打ち石はすごいね。もう瓦で拾えるんですよ、石。え、見たら分かるの、火打ち石。いや、叩くんですか。あ、叩いて起きるかどうかを調べるの。はい。へえ。これは何なの、叩いてる側。これが火打ち金で。これなんでできてんの。詳しくは分かんないです。でもこいつが削れると。あ、こっちでついてんだ。そうなんです。だからこいつが削れる硬い石があれば、うん、あ、なるほどね。はい、ライター個性は映んないじゃないですか。うん、個性は。いや、まあ、個性はライター。俺、かっこいいアスバが見たかったんだよね。あ、つきました。いや、おかしい、つき方がおかしい。上からつく。
朝飯食ってなかったんで、車の中で食おうかなと思って。なるほどね。いや、火で焼いたカレーパンやばいね、これ。すごいシュールな絵ですけど、コロッケ焼いてるみたいな。いやいや、火で焼くパンやばいよ。美味しいですね。カラカラ度合いが全然違うもん。これジューって言ってるの入ってんのかな。入ってんじゃない。ここでも聞こえる。カリカリ。どうしよう。うまっ。やばそう。痛い。カリカリ。これ実はシンプルのようでハイレベルよ。カレーパン焼くってハイレベルだわ。めちゃくちゃ雰囲気がいいんですよ。いいね、いいね、その大きさ。軽いしかけれるよね、もう安心して。はい。で、割とこのろうそくが高いんですよ。あ、そうなんや。専用で。あ、だってアルコールのさ、燃料も高い気がするよね、ちょっと。そうですね、うん。だから灯油試したら黒くなったんですよ。いいね。あー、うまそう。いやー、いただきます。うまそう。いただきます。山本さん、うまいけど、しょっぺ。あ、しょっぱい。これね、液体にこうやっぱちゃんとつけないと塩コショウが出すぎちゃったから。ここでラフロイグ飲んでもらいたい。あらら。え、それお茶じゃないですか。ラフロイグ。ラフロイグ軽量か。いや、これ お茶でしょ。そもそもほうじ茶かなんかやったけど、軽量化したわ。ラフロイグ匂い嗅いだ方よ。うわ、これ嫌いなんやろ。うわ、嫌いじゃないです。好きになるまで俺進め続けるから、ね、癖がすごい。ああ、うまっ。僕がお子ちゃまなんです。僕そうなんだよ。川の水割りで。川の水。そこにオレンジ色の一歩で渡れる。あの川の、あの水だいぶ俺も飲んだよ。あの水をこう、これね、これ何、また違うね。これでもそうやで。あ、そうや。あの色が違うだけで。昨日はそれで島田君がバカにされてた。また何ですか。ジェットリーダサいんですよ、名前が。ろ過の時間が早いから。これろ過されてねえんじゃないかって。名前がダサいんです。でもね、伸び比べたらね、そこまで変わんなかった。へえ、ちゃんとでしてんすね。うん、うん、ただ名前がダサい。あ、辛い。辛いけど温度良くなってる。だいぶちょっと落とした方がいいかも。キョッペース。いいね。逆に言うと酒が進みます。うん、いいね。何でも何でもいい。何でもいい。何でもいい。うまい。いや、風も止んでよかったっすね、これ。
いや、いい状態作ったね、これ。テラテラ。あったかい、これ。おきびが一番あったかいですね、やっぱ。ちょっと、明日はいつかコップにするかもしれない。小分に座ってるけど。いや、ちょっと。僕の小分に座らないでくださいよ。今日夜、じっくりやろうかなと思ってますよ。どれを？いや、昆布にす、昆布を。今日作るの？いや、まあ今日は できないですよ、全部。作り始めね。はい。絶対全部はできないから。もう一個あったら俺も横で学びながらやりたかったわ。いや、別に僕も初めてなんで。何使うの？道具。そもそも。道具っすか？この昆布で掘っていったりとかするやつは、はい、うわー、こっちにあります。何使うの？彫刻刀とかじゃないの？あ、でもそんな感じですよ。まず穴開けるのが大変なんで、うん、それ用に、うん、こういうのがある。何これ。何これ。これコップ作るための道具にこれいくらまずかかるの？これですか、うん、これ3000円ぐらいです。いや、だってさ、コップ送料込みっすか？3000円以上のコップいっぱいあるわけ。俺3000円以上のコップ持ってないから。いや、これ送料込みっすよ、これは。これアメリカから来たんで。あ、じゃあね、これここに薪を、うん、刺してこう回すんですよ。こうやって仮を俺作るときで、これで穴開けて、あ、何箇所かそれでもやらないといけない。そうです。それで周りを削ってやるみたいです。まあ、やったことないですもん。でそっからヤスリでやるんだもん。そっからペーパーでいいのかな。そっからナイフでこうやってやって、最後ナイフの背でこう削るみたいな。すごい。これを俺の椅子を。僕が最初に見つけたんですよ。あと、これですね。スプーンナイフで。うわ、もう準備整えてるんだ。中削るやつ。よかったね、これ残ってて。確かにそうですね。あとまだあるんだけども、暗闇でどこかわかんない。だって、島田くんも作りたがってたけど、なかったって言った。あー。多分、それに気を使ってこれは使わなかったのかもしれない。なるほど。ありがてえ。いや、俺も作りたいなと思ったけど、もう道具まで揃えてる段階の人がいたとは。揃えてますね。先行けんわ。ここにあるんですけど、ちょっと今は探せないぐらい暗いんで。ああ、これですね。これも彫刻刀の化け物みたいなやつ。これもこうやってこうやって削るんですよ。いや、これさあ、10個作って販売しないと元取れないよね。いや、正直に元取れないです。ただやりたいっていう。すごい、3つも買ったんだ。思いだけで。そうです。3000円。はい、これ5000円。5000円。これ2000円ぐらいですね。いや、そうですね、2000円。いや、うまく中国製とかでまとめればキャンプセット全部整うね。で、これは、うん、言ったら正直彫刻刀でいいんですよ、うん、安く売ってる。なるほどね。もうこの形がもう、これはもう本当趣味の世界。これすごい。さっきちゃんとドリルになってるよね、この。あ、カメラに向けてもらってありがとうございます。昨日 YouTuber になったから。意識が強い。これ他の使い方できないの？え、もうコップ作るためだけの道具じゃない？ああ、あります、あります。例えば、うん、椅子とかテーブルとかも、あ、大きな穴開けてネジ通すのみたいな。で、穴開けて、穴開いたところに、うん、またその穴に合う薪を刺したら、うん、足になるやつ、うん、なるほどね。それでテーブル作ったり。これどうやって検索したら出てくるの？これはね、聞いたことない名前でした。アーガーみたいな、なんかね。これは
名前が分かんないんですよ。すごいね。だドリルとかでいっぱい検索して、うん、で英語に翻訳するんですよ、うん、日本のスクリューとかでなんちゃらスクリュー、うん、でスペース、うん、ウッド、うん、ワークみたいなで出ないっていうのを何回も繰り返して、多分アーガーみたいな名前だったと思います。ここにこう木を刺すのがないんですよ。すごいわ。アーガーのことを説明してる日本人の YouTuber キャンパーいる？多分いないと思う。進んでるわ。アーガーじゃなかったかな。いや俺も進んだことしたいから。こういうことですよね。こう無理して探そう、うん、こうやって刺してこうやってねキュッて回して、ほんと穴開くのかな。腹減ってないの？バノック作る。あ、それ言ってて。いや、それ食いたいから。え、こんな状態からパン作るの今から。こんなこの状態からパン作るの粉。いや、すごいわ。3年後の俺って思って見てるんやけどめんどくせえ、めんどくせえなキャンパー。キャンプってめんどくせえ、うん。